皆さんこんにちは、アコブです。ニュージーランド南島一周旅第15弾、今回は南島第2の都市ダニーデンを街歩きです。スコティッシュ風の建物が立ち並ぶ街をたっぷりご紹介します。夜は寒いダニーデンけれど、キャンピングカーは暖かく快適。ホリデーパークから市内は車で約15分、郊外は車屋さんや工場が多い印象でした。けれど中心部に入るとヒストリカルな雰囲気に。朝一番で訪れたのはダニーデン鉄道駅。この旅で私が一番楽しみにしていた場所です。1906年に開業した駅舎は豪華絢爛。現在はニュージーランドで歴史遺産登録されており、世界で見るべき200の場所に選出されたこともあります。開業当初は1日100本以上の列車が行き交う最も忙しい駅の一つでしたが、現在は週に1本程度の観光列車のみ。そのためプラットフォームがマーケットとしても利用されていました。サンデーマーケットが開かれているので、そこを徘徊してます。駅やマーケットの様子は前回のビデオで更新しています。興味のある方は概要欄にリンクより飛んでぜひチェックしてください。この後コーヒー飲みに行きます。思った以上に長居をしてしまい、時刻はお昼前。街を散策しながらモーニングコーヒー（遅い）を探しに行きましょう。駅の目の前にあるヒストリカルな建物は裁判所、現在も現役で使用されています。ダニーデン中心部はこの駅からまっすぐ伸びるスチュアートストリートの先にあるオクタゴンを指します。オクタゴンは八角形を意味し、その名の通り八角形の広場があります。1800年代のヨーロッパからの最初の入植者たちは主に南島に移住をしたので、北島に比べてヒストリカルな建物が多く現存します。ダニーデンにはイギリス北部スコットランドからの移民が多く入植し、スコットランド風の建物が多く残っていることからスコッティッシュタウンとも呼ばれています。スコットランド人がなぜダニーデンに渡ったのか、その理由は気候。ニュージーランドはイギリスからの移民が多い国ですが、ロンドンの緯度は北海道よりも高く、スコットランドはそこからさらに北に 500km 以上離れた場所に位置し、緯度としてはモスクワと同じ。夏の平均気温は15度、冬は0度という寒い地域なので、彼らにとってニュージーランドは暑い場所だったわけで、南半球のニュージーは南に下がれば下がるほど寒いというわけで、ダニーデンに集まったというのも頷けます。ちなみにさらに涼しさを求めたスコティッシュは南島最南端の町インバカーゴに住み着きました。この旅は後半に出てくるのでチャンネル登録をしてお待ちください。さてうろうろしているといい感じのカフェが見つかりました。オクタゴンはちょうど目の前、ここで少し休憩しましょう。ニュージーランドのカフェはお昼の2時、3時頃に閉まってしまうことがほとんど。その代わり朝は7時頃から開いています。私はアイスモカチーノをオーダー。ニュージーはもともとアイスコーヒーの文化はなかったのですが、移民やインバウンドの影響か、ここ数年でメニューで見ることも増え、ようやく市民権を得たように感じます。ようやくカフェインを補給したところでオクタゴンに到着。オクタゴンの始まりは1846年にまで遡りますが、場所が設定されただけで当時は長らく何もなかったそうです。その後1890年代以降に徐々に有名となり、1906年に徒歩5分の場所にダニーデン鉄道駅ができたことから市の中心部と発展していきました。また1980年代に大幅に改正され、ダニーデンのカフェ文化の中心地になっているようです。撮影時はコロナ禍真っ只中、ワクチン反対派が大規模なデモを行っていました。あ
ストリックチャンジ。オクタゴンの北にはアイサイト観光案内所が、以前の動画でもお伝えしたニュージーのトラベルハックとしてナビにアイサイトを設定すると中心部にスムーズにたどり着けます。アイサイトの隣にスコティッシュショップを発見。ちなみにダニーデンはケール語でスコットランドの都市エジンバラを意味します。通常観光案内所の隣にはニュージーランドのお土産屋さんがあるのですが、本当にスコットランド人によるスコットランドの街なんですね。というわけでお店を覗いてみましょう。店内に入るとここは本当にニュージーランドと見渡す限りスコットランドの商品でびっしり。お土産だけでなくスコットランド男性の正装であるキルトも取り扱っており、結婚式などで必要な際に訪れる人も多いそう。グラスゴー名物のブーリントン公爵像も発見。ダニーデンにここまで幅広い品揃えのお店があるとは思ってもよらず、ニュージーにいながらスコットランドにいるような不思議な体験をしました。ちなみにこのお店で唯一見つけたニュージーランドのお土産がこちら。ダニーデンがスコティッシュタウンなことを身をもって実感したところで、引き続き街歩きをしていきましょう。スコティッシュショップの目と鼻の先にあるセントポールズ大聖堂は町のシンボル的存在。教会自体は1863年よりこの場所に存在し、1919年には一度この原型が作られたのですが、その後資金難に陥ります。最終的に教会が完成したのは1987年、意外と最近のことです。1987年には歴史遺産登録されています。中は撮影も可能とのこと。神聖な気持ちでお邪魔させていただきます。奥にカバーがかけられているのが見えますが、実は2020年8月に火災が発生。撮影時は修復工事の真っ最中で、予定では2023年中に修復作業が完成しているとのことなので、今では美しい姿が見られるかもしれません。またステンドグラスは圧巻。日曜日は礼拝も行っており、日本語のパンフレットも置かれていました。やはり南島は古い建物が多く残っているので、歴史好きな人にとっては北島よりも見どころは多いのかもしれません。さてオクタゴン周辺も少し散歩してみようと思います。ダニーデンは坂が多い町としても有名だそうで、私も今なだらかな坂を登っています。気になるものをちょこちょこ発見。イギリスの人って本当にお化けが好きですよね。ものすごく正直な感想を言うと、人が全然いない。土曜日のお昼なんですが、ガランとしています。Yeah, here reminds me of Glasgow. Well, not Edinburgh, more Glasgow. Edinburgh is much more like a compact. 私や旅の仲間も全員、スコットランドを訪れたことがあるのですが、エジンバラを意味するダニーデンですが、街の雰囲気はグラスゴーに似てるが全員一致の意見でした。ただ、ダニーデンの人口は13万5千人、グラスゴーは63万人なので、人の量は全然違います。ダニーデンは学生が多い町で、現在1月のサマーホリデー中なのも理由かもしれません。以前の動画でグラスゴーもエジンバラも街歩き動画を上げています。興味のある方は概要欄のリンクよりご覧ください。 It's weird that like 15 minutes outside is like empty. Yeah, that was 50 feels. It says the first church. 1848.オタゴ地方で一番最初に建てられた教会だそうです。その名もファーストチャージオブオタゴで、教会名はと思ったらそれが名前でした。こういうシンプルさがニュージーランドっぽい。話は少し変わりますが、クイーンズタウンにザ・リマーカブルズという山山脈があるのですが、リマーカブルズには素晴らしいとか卓越するとかすごいというような意味があり、わあ見てリマーカブルズリマーカブルズと言われるので、うんすごいよね、でこの山の名前はだからリマーカブルズと話がずっとすれ違いになった経験がありました。もしかしたら名前の始まりもそうで名刺になるとは思っていなかったのかもしれません。ダニーデンの街歩きをしてるんですけど、本当に
コットランドっぽいです。エジンバラとかグラスゴーを思い出すような風景が広がっています。やはり駅周辺の方がより栄えているイメージ。ショッピングはオクタゴン周辺ではなく、オクタゴンから北に降りるジョージストリート周辺が賑やかなようです。ちなみにオタゴ大学はオクタゴンから北東に徒歩20分程度の場所に位置しています。私がぐるっと歩いたのは南東方面だったので、もしかしたら北東方面にはもっと人がいたのかもしれません。にしても本当に人が少なくて、夜は少し怖い気もします。目の前に見えているのは前回のビデオでたっぷりご紹介したダニーデン鉄道駅です。9時半頃に街に着き、現在の時刻は午後1時。この後はダニーデン郊外にあるニュージーランド唯一のお城ダーナック城に向かい、その後レイクテカポ方面へ向かいます。合計3時間半の滞在でしたが、十分に見て回ることができました。何かのトラップだと怖いので結局コインは拾いませんでした。というわけでまずはラーナック城へ向かいます。本日のお天気は快晴、水面がキラキラ反射して美しい。夜中はダムを切るほど寒かったですが、今は半袖で大丈夫なんて話していたら、そう、ここはニュージーランド。天気予報は当てにならず、曇り空が広がります。本当に天気が読めなくて困っちゃう。ニュージーランドに唯一あるお城に来ました。実は曇り空には意味があった。このラーナック城、家主は悲惨な運命をたどっており、お化けが出るお城としても有名。またもともと武道会が行われていたボールルームはレストランとして改修されており、チャウダーは絶品でした。次回たっぷりご紹介するので、チャンネル